はい、ということで今日もね、こよみそ汁イエーイの白猫プロジェクトゲーム実況やっていきたいと思います。イエーイイエーイ。いや、前回の動画ね、見ていただけると分かるんですけど、ストーリーは緑川光るCV も、うん、完璧でしたね、緑川光る、うんうん、そうだね、ヒロインの子も、そうそう、あの堀井優衣さん ね、で、こよみんがスキップした主人公の声はカジ君だったのね私もカジ君大好きだからさ、自分までまさかフルボイスだと思わなくて、ね、CV こよみかと思ってたわ。やめろやめろ声当ててくださいみたいな私が当てたいわみたいなというわけで今日はですね、初めてのガチャのとこまで進めてもらいたいと思います。ガチャ、うん、スクフェス白猫だっつってた、本当にね、あ、もう次言ったらもう白猫の画面ガーンって顔に白猫だっつってたのになるからもう言わないわ、分からせるから、もう言わない、もう言わない OK じゃあ進めていこう、よいしょ、タップ、うん、この地はルーンの影響を色濃く受けていて、うん、潤沢なソウルがないと育たないんだ。分かってる、何の話かもついていけてないでしょ。危ね、危ね、ルーンの話聞かないといけないところだったからちょっと止めといたら進んでた止めといたら進んでた、止めてないからねそれなんでいつもタップがこれなの進めるタップだから本当に楽だなと思ってパーティー、うん、パーティーね、うん、ちゃんとやっていかないと、うん、この矢印を押していけばいいんですよね、うん、あれこれ見たよ、これさ、さっきの面倒くさそうなやつでしょ、そう、タップしてみてくれ、うん、はい、コンボレベル1習得、はい、解放します。お、お、カジ君だったの今、今カジ君だったかな、カジ君だった、嘘、多分力があふれるって言ってた、聞こえなかったわ、ちょっと残念、うん、成功だ、全身から力があふれるのを感じるだろう、あー、カジ君だったらあふれるわ、私だったらあふれないのかなちょっと言ってみて、言って、力が、力があふれる、あふれない、はい、行きまーすクエストって何嘘だろ、任務だよ、任務、一個一個の任務だよ、やばいやばい、してたしてた、アクションゲームやらなさすぎだから同じか、同じキャラクターだ、そりゃそうだ、進むんだよねこれ、うん、そうだよ、覚えてる、地図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 、地図は右下、危ねえ、全然進めてねあーあーここここや、ここここやで、相変わらずタップはうまい、うめえ、わけもわからず箱を壊す行くぜ行くぜおらー、あ、はい、宝箱ある、うん、おー気づいた、あれ待って、なんで宝箱に必殺技を使うねんだよなんで宝箱に必殺技だ、思った、あ、来た、よし、ここであいつ使ってみるわ、あの、なんかあのこう すごいやつ必殺技って言えよ、赤いやつ、あ、そうだね、今んとこ宝箱に、あ、宝箱以外で初めて必殺技を使った、おら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 、あれ倒した、うん、倒した倒したない倒したない倒したない、まだある、私どこいんのえ、倒したわこれ、私どこいんのあ、できた、倒してた倒してた、やばいわ、私どこいんのって新しいわ、あ、これ初めて全部ついた、おめでとう、赤屋の小さな工房へ、はい、今いくつ、え、ダイヤは、ダイヤというか趣旨忘れてんじゃねえかよ趣旨覚えてる、何だっけ今日、ガチャを引く、そうだよね、赤いダイヤでガチャ引けんの、あ、なんかいる、誰かと思えば夢中かよ、嬉しいわ、ゲームに夢中で嬉しいわ、私は声誰か分かんないから、シュッ、ほうほうほう、いいだろう、何が聞きたい、いや、めっちゃいい子なんだけど誰か分かんないよ、うん、残念だが、こっちの方、教えられるようなことは何もないな、教えられるようなことは何もないなって言われて、物知りじゃねえのかお前は次にバロンの声は、うん、広田みのりさん、ほう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 、めっちゃいい子だね、めっちゃいい子だね、めっちゃいい子、ちょっと気に入っちゃった、すごい、ね、静かにして、ごめんなさそうだ、あ、赤いダイヤもらった嬉しいね、嬉しい、ストーリー関係ないもんね、今日ガチャ引くための回だからね、ガチャ引くまで頑張んなきゃ、見ろ、どこタップするの、どこタップするの、うん、ガチャに光ってる、はい、え、めっちゃ可愛いやか、これ、そうだよ、受けて言われてるね、もらえないんじゃないかな、なんだよ、うん、諦めろ、はい、ガチャやります、あ、あ、ガチャちゃった、もうこれガチャちゃったあんなにピッとちょっとウィッグエッジを手に入れました、あ、お前にふさわしい剣が完成した、え、本当にそう思うなんでそんな疑うんだよ、本当にそう思う、鍛えてやる、やったじゃん、え、今日だけ無料、明日から無料にしろよ今日
今日がいけるんだ。わがまま言わないの。今日がいけるんだったら明日でもいいだろ。わがまま言わないの。本当に強化しますか。レベル、うん、レベル10ぐらいまでいけ、10ぐらいまでいけないわ。だよこれ。いかないからわがまま言わないの。はい、すみません。言われた通りに進めるの。そんなに雑に入れなくても。仕様だから。エフェクトだからこれ。雑に扱ってるわけじゃないから。心を込めて大切に使えておりました。うん、じゃあ戻りますね。うん。使ってね。これもうでもあれでしょ。もうバッタバッタと敵をなぎ倒していける。あ、ボス。お、ボスだ。必殺技を使いたいと思います。お、試してた。試してたから。貯めるとかあるのかこれ。わかんない。おら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 。この世界、この世界を優しく見守りたいと思います。優しさのかけらもなかったわ。あれ、あ、痛い痛い痛い、びっくりした。おらーペイあっ、そこだ。ねえ、これ当たってんの。危うい感じだね、今の。しかも本当のボスこれだから。なんだよー、めっちゃ頑張ったのに。中ボスみたいなやつに全力出してきた。なんだよそれ。前回だからボスってわかる。ボスだってボスってわかるの。だから一番でかかったじゃん。あ、でかさなの。うんうん、そんな基本的にボスはでかい。わかるなんだわ。わかるだろ。わかる。フォローしません。しません。冷たいやつか。やっぱ知らない人はちょっと怖いから。そうだね、募集してるからね、うん、そうそう、募集してるから。ガチャショップにおあれがついてる、矢印が。もしかして、これもし今度こそ初めてのキャラクター紹介じゃない。さっきは武器ガチャだったからね。これもしかしてこの子出てくる感じ、うん、気をつけないよ、それ押したら始まっちゃうかもしれないからね。さっきと一緒で今日俺が帰り優しいんだが、声もいいし優しいんだが、お惚れてしまう。じゃあおもてなしなくていいの。いいの出るよね。何何なんかおもてない。エロイムシサイム、エロイムシサイム。違う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 。戻ってきて。白猫、白猫。白猫、白猫。いきます。初めてのガチャ、はい、3、2、1。私のパートね。デイ。お、何が出る。始まった。見ないんだね。エフェクト見ないんだね、うん、そこ。いいかなって。初めてのガチャ。猫猫猫猫。でも黒じゃね。これね、明らかにちょっとしょぼそうな感じあるね。え、本当に。うん、でも木で戦ってるよ。調べてあげるか。木槌で調べてあげるか。調べて調べて。オデッセイ、オデッセイ。待って、白猫オデって入れたさ、オデッセイうざい。おい。検索欄にさ、やだやだ、うざくないやつがいいよ。なんだなんだ、それ画期的なんじゃないの。最後に OK をしてパーティー写真、え、パーティー編成は完了だ。信頼できる、私こいつのこと信頼できる気がしねえよ。人間がいい。信頼してあげる。だ、猫出てくるんでしょそれって言ってたじゃん。猫出てきたんだよ、そのゲーム。白猫じゃないし、若干グレーだし。白猫に認めてあげろ。こいつ主人公差し置いて座ってんだけど、まず先輩を差し置いて、お前座ってんじゃねえよみたいな感じで。なんなわけ、私レベル2なんですけど、あるんですけど。何頭かいてんの。ガチャ引きましたけど、お、なんかオデッセイは何もなんだろうね。なんかもうちょっと、うん、なんかこの3、2、1とかやったからもうちょっとなんかしたかったんですけど、うん、あんま出なかった。小読み、はい、元気出して、はい、右上の、ね、メニューってところあるでしょ、はい、21溜まってんだよ多分。初めてやった時ってプレゼントとかいっぱいもらえるんだよね。ほう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 。引ける可能性がある。ガチャ、うん、しゃ行きましょう。現金かよ。行きましょう。プレゼントこれでいいですか。うん、あ、あるいっぱいある。いっぱいある。めっちゃあるじゃん。めっちゃ3ページもある。受け取りました、全部これで。いくつ全部で。45個。すごい、やばい。一回何個で引けるんだ、一回何個で引けるんだこれ。知らない。わちゃわちゃかが知らない。なんか 25で1回。でも250個で10個できるんでしょ。道のりの動画のためにやろうよ。動画今の、ね、何そこよく出してくんだよ。もう思うよ。10個で1だったらそっち引こうってなるけど、動画のためにさ、今から5個貯めて2回引こうみたいな気持ちになんないの。なんない。なろ。じゃあなりました、なりました。じゃあちょっとだけクエスト行って5個貯めて、うん、2回引こう。分かった、うん、じゃあちょっとだけ進めたいと思います。はい。そんな心配そうな顔する。あ、白猫、白猫、白猫。猫興奮しすぎだろ。こんな汚い森の中に白い猫が誘ってるのかだって。誘ってるのかだって。ちょっとどうする。興奮する。やばいね。おかしいからね、本当に。あ、1個もやった、やったやん、やった。間違えた、間違えた。おかしいな。あと残り4個ね。ちょっと残り4個。お、猫
や猫に全力かよ。後ろ猫だからって待ってたのか俺たち。可愛いんだけどこいつ。可愛いね。おい。ちょっとなんかさ緑川さんすごいちょっと可愛いんだけど。猫が可愛いからの緑川さん可愛いね。いや可愛いからな。来た。来たよ。大きさを見誤らないようにしないと。そうだね。あれもしお前しかいない感じ？可能性はあるね。お。あの魔獣。今までの奴らと格が違う。お。どうして？全力で行くぞ。いや私ずっと今までも全力だったんだけど。そうだね。そうだね。おーおー強い。なんだなんだ危ねえ危ねえ。怖い怖い。死ぬ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 。あやばい。あ死ぬ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 。おーギリギリでこの使っていく必殺技。怖い怖い怖い。めっちゃ怖い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 。今だ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 。怒ってるめっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってる。今だ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 。倒した？おー倒した。よかった。今もう死ぬ死ぬ危ねえ危ねえ。ギリ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 でした。脳筋だった怖っと思ってモンスターがなんか怒って攻撃しなくなるエフェクトがなんかあったけどね。あ、そんなことあったプンプンしてたプンプンしてた見て見てちょっと死ぬかもしれないと思って決死の覚悟かよ。これちょっと勝たねばならぬ。そうね。いえ口に出さなくていいから。あ、でもあと2つだよ。あと2つあと2つ。オッケーオッケー。あれ4つ？あれ？あれ？あと1個だ。だよね。うん。何でもらったんだろうね。わかんない。でもこれさすがに死なない？大丈夫？あと1個。あ、でもあこれさストーリーだ。ストーリーでクリアしたらもらえるよね。うん。もらった。やったー。今日は当初の目的は達成されました。はい。だけどプレゼントボックスにいてねもらいに行きましょう。あ、かわいい。お、パーティージョイン。お、回復の。うん。メニュー。あ、間違えた。でまずパーティーに加えたいと思います、ね、あではではでは。いや増えたね。え、かわいい。めっちゃかわいい。アリス、かわいいじゃん、いいじゃん。え、物理はい、ではでは。魔法かと思ったね。え、物理ガンガンって来てる。びっくりしちゃった。よし、みんなのために。というわけで当初の目的かわいい。メニューにね、行こうね。はい、受け取らないとね。忘れてました、うん、プレゼントびっくりしちゃった。受け取るー。オッケー、イエーイ。というわけで当初の目的通り、はい、ご覧ください。50個貯めました。貯まりました。やったー。はい、というわけでね、2回ガチャるわけです。はい、わかりました。というわけで、はい、このね、今ちょうどブレイブ・ザ・ライオンというイベントやっておりまして、はい、こちらのガチャがめっちゃ強いという噂を聞きつけました。なるほど。神の声が聞こえました。ほう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 、うん、大丈夫ですか頭大丈夫大丈夫、はい、聞こえてくるもんだからね、神の声は。あ、かりま、そうだ、うん、じゃあこれでいいんですね。そうですね、うん、2回引いていこう。いきます。こう押したら始まっちゃうからね。3、2、1ガチャル。あ、そういう感じで、ね、はい、ワンクッションちょっとねシュンってなった。あ、飛ばす飛ばしていく。おー、なんだ、おい、おー、あ、おい、なんかこれなんか要素じゃね。そうだね、なんかちょっと神様なんか強いやつ引くって言った。やっぱなんか雑だからだよ。なんかさ、ゲーム実況者さんって結構お祈りするんだよ。あ、さっきしたわ、そういえば。そう、でもさっきお祈りしたけど出なかったよ。いや、その後なんか雑だったもん、適当だったもん。よろしくピーはい、すげえやだ、軽いわ。こい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 。じゃあこれ分かった、これ見とくわ。オッケーオッケー。あ、それ大事だね、やっぱ愛がね伝わるかどうか。来たか。おー、人っぽいちょっと星に星にだね。やめたい心折れないで。これね、あれだから、あの体力がないから無限に進められて無限に集められるから、やる気があればね。やる気があればでしょ、うん、でも、もしかしてこれ使える子かもしれないから、ちょっと見てる皆さんにね、この子が一体使えるかどうか、さっきのキャラも含めてね、使えるかどうかを伺いましょう。絶対使えないよ。いや、使えるかもしれないだろ出なーい。せめて星3が欲しい。3みたい5とか言わないから。うん、そうだね、3が見たい。それはね、私も深く思ったけど持ってないわ2 なんだよもう。はい、じゃあ進めていけばね、またまた見れていくと思うので、はい、コツコツ進めていきましょう。次は10連を引きたいと思います。はい、
任せてください。ガチ落ち込みか。せっかくやったら。うん。ならその顔は。なんか、うんうん、思ったんですけど、うん、全部星2だったのはみんながチャンネル登録してくれないからなんじゃないかなと思って。かなりかなりいい掛かりの。今気づいちゃった私。何何。なんかやっぱり、うん、みんながチャンネル登録してくれた数に応じてガチャ出るんじゃないかなって思い始めてきた。なんかね、いろんな、ね、祈り方とかいっぱいあるけど、チャンネル登録だ。そう。だから私の力一人だとね、ダメなの。あ、なるほどね。そう。だからみんなのせいだわ、これ。そうだね。このわがまま、普通だったら止めるけど、乗っかってこうと思う。乗っかってこう、乗っかってこう。というわけで皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。バイバーイ。